はい、続いては、芋煮製作委員会の皆さん、よろしくお願いします。はい、なんかちょっとね、まだ聞き馴染みのない名前かもしれませんけれども、まあ、どっかで見たようなね、顔が、ね、レジェンドがあると思うんですけども、はい、じゃあもうこちらから、はい、演劇ユニットリバースの吉岡遥さん、はい、お願いします、はい、よろしくお願いします。そして、コメディ集団 GDHPR の森レジェンドゆうきさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく。はい、もう怪しいみたいな感じで、やっぱロックだね。ロックですね。ロックが命だ。はい、命、あの腰だめロックですからね、うん、はい、どこまで行くかみたいな。はい、行きます行きます、うん、はい、で今回ね、まあ、芋煮製作委員会ね、あの、まあ、2つの団体がっていう感じですかね、まあ、合同で、また前回の公演がまさにそういった、そうですね、タイトル何でしたっけ、芋の煮えたもご存じない、うん、の第1杯目を1杯目、はい、やらせていただいて、うん、ということは今回第2杯目ということで、はい、はい、じゃあちょっとまずチラシの方をね見ていきたいと思うんです。はい、こちらですね。はい、芋の煮えたもご存じない、はい、前もちょっとお話がありましたが、特に意味がない、意味はないです。意味がない。何があったのかなと思ったんですね、これを名前つけた時に。うん、まあね、うん、意味なんかなくても、魂が伝わればいいでしょ。それそれ、それがロックしよう。ロックしよう。はい。らしいです。じゃあ吉岡さん、まず、あ、じゃあ、まあ、今回のその団体さん、どんな団体さんなのかということを、はい、はい、まあ、改めてですけどもね、はい、はい、おっしゃってお願いします。ですね、今回の、うん、芋の煮えたもご存じない第2杯目に、うん、出ます。笑いが起きてる。ちょっとまだ、うん、画面開けてから言いますけど、はい、コメディ集団 GDHPR より森レジェンドゆうきと、はい、私演劇ユニットリバースより吉岡遥で、はい、このライブ限定で芋煮制作委員会っていう、うん、ここの告知をさせていただくので立ち上げた、はい、団体なんですけど、はい、今回この2人 と、うん、もうあと2人出るんですけど、はい、あ、今のフライヤーの男の子、うん、はい、が、演劇ユニットリバースよりカズ・ミケルソンっていうのが、あ、う、はい、はい、うん、あとこちらの、ちなみに GDHPR、 そう、 GDHPR 何だったでしたっけ。ゴールドドリームハードポールのロマンス。ああ、そうね、あの、はい、男の夢が全部、おい、いや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 、そう、ロックロール、はい、で、もう一人からの、そう、からの、そう、ニワンチュ宝という、お、はい、うちのね、うん、期待のホープが出るから、うんうん、シマンチュじゃなくてニワンチュ、そう、ニワンチュ、シマンチュは島の人でしょ、だからニワンチュ、庭の人、そう、ニワンチュ、庭の人、庭さん、宝、宝、あ、はい、宝、そう、それがもう期待のホープもう出ますんで、期待のホープが、うん、ぜひともね、魂感じてっていう、はい、よろしく、さっきね、ちょっとあの画面が切り替わる前にやられてました、ね、そう、まだ慣れないのかな、ね、あの書き込みすみません、あのシャットありがとうございます、よよって書いてありますけど、そのあとに、右の人、三浦淳って書いてあります、確かに、ぽいっちゃぽいですね、三浦淳じゃない。三浦淳じゃない。申し訳ない。三浦淳に申し訳ない。海外からあのわざわざ、そう、海外からのために来日していただいて、よろしくね、あの今月の、あ、今月じゃないですね、来、はい、来月、ちょうどちょっとロングステイということです。1ヶ月後ぐらい。はい、そうそうそう、ロング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 ステイ、ロングステイ、ロングステイ、ロングステイ、ロックスター、いや、いや、いや、世界観、世界観。はい、じゃあ、今回どうですか、はい、また前前回の公演、まあ、1杯目の時はお二人で、はい、あ、そうですね、本当にもうレジェンドさんは絡みっぱなしみたいな、全部出たからね、本当最初から最後までもうはけない気が、全部出した、うん、これ個人的にすごいね面白かったのが、あの暗転中に着替えるっていうね、はい、苦肉の策に、ね、生着替えを実施いたしまして、普通だったらね脇でやるからなと思ったら、うん、あの脇から服が飛んでくるっていう、ね、そうね、なんかあれもちょっとね、あれ疲れてるのが何なのかすげえ雑でね、うん、あの顔にも何かブンブン当たってくるのね、そうそうそう、ベルトも全部ブランって当たってきてね、それがね結構あの浅いちょっとね、あの白い明かりで、そう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 、薄明かりで全部ポンってね雑に、でしかもその脱いだのを雑に飛ばして雑に物が飛んでくるっていうね、それをこっちも投げたってね、強いほらって投げてたら倍の力で来るんだね、怖いよ人って、うん、そこはこのね、あの団体さんの仲の良さがね、仲がいい、仲がいいです、仲がいいです、仲がいいですね、はい、じゃ今回はまあ何をしましょうって感じですけど、今回は、うん、もう完全にここが
別で、うん、はい、GDHPR の2人とリバースの2人で、うん、それぞれ2本ずつやるっていう感じで、はい、計4本の今回コントです。おでなんか確か、うん、ちょっとツイッターだったかな、うん、見て、はい、今回そのコンセプトというか前回があれで、まあ、今回はこれでっていうのがあったと思うんですけど、はい、ちなみに前回は前回はですねもうあんまネタとかじゃないんですけど、うん、マクマ音楽とか全体の雰囲気をポップで統一してやらせていただいたんですけど、今回はキュートに、あ、キュートにということはキュートに行く。じゃあレテンさんもキュートになる。もちろん、あ、もちろん、オフコース、オフコース、オフコースキュート。ちょっとだってこの書き込みがすごい気になって、ああ内田裕也かって書いてる、シゲナベイベーだ、シゲナベイベー、シゲナベイベー、あ、6の6の、あ、まあそこですね。まあ内田裕也じゃねえからレジェンドさんですからね、うん、はい、じゃあ、リバースさんとしては、はい、今回も完全に、ね、団体ごとという感じ。そうですね、はい、どうですか、やってみる、何をやろう。まだ決まってません。おっおっおっ、まあちょっとね、まだ時間とかありますからね、はい、まあ、白紙、はい、じゃあもうでもね、やっぱりそのキュートっていうからには、うん、やっぱ女子的な部分をね出していきたいかなっていう部分も、うん、そうですね、いかようにも、いかようにも、いかようにもまだまだ本当に白紙ですか、もしかして、はい、本当リアルよ、リアルですか、リアルよ、リアルよ。そうです、さっきのフライヤーの彼と2人でやるっていうことしかまだ決まってないです、うんうん、ああなるほど、はい、でどんなことやっていきたいかとか、まあ、かそのそ、ね、じゃあカズさんの例えばその特徴というか、うん、彼は、うん、ビジュアル担当。うん、ビジュアルやっぱイケメンだから、うん、イケてるから、うんうん、見栄えするでしょ。そうですね、はい、あの子を全面に、かっけえから、かっけえから、集客を狙おうと思って、うんうん、まずね見た目からね、はい、じゃあそれを生かした、まあもしかしたらそのコント作品が生まれるかもしれない。ちなみに何本ずつとかってあるんですか。2本、はい、じゃあ2本これ日本、そうですね、そう、うん、じゃあそのカズさんをまあメインに据えるか、うん、もしかしたらその吉岡さんの方が何か、ね、いや、はい、ヒロイン的な感じで、いかようにも、いかようにも、いかようにも、これは何が起こるかまだ何もわからないので、はい、うん、どうですか皆さん、このお二人見て、うん、今回ね初初対面ですけれどもこんな雑な振りどうですかね。まあね、まあ、多分公演にはまだ足を、ね、運ばれたことはないと思うんですけど、うん、あの1杯目の時に、うん、なんかチラシとかで、うん、すごい名前が気になったんですけど、うん、芋の煮えたもご存じないっていう、長っ長っ長いね、うん、なんか山形の変なのかなと思いました。ああ芋煮たい山形とったら、ね、本当に、うん、なんかあえて意味があってね、なんかその中にその山形とかあっちの、ね、出身の方がいるわけでも、山形出身はいない、ね、全くなし、うん、全くなし、芋煮をするわけでもなくね、そうね、何が起こるかって、いないからね全く、うん、はい、じゃあ GDHPR さんの方は何か展望というか、展望、こういうことやりたい、そうね、まあやっぱロックに行って、やっぱ実際行くんですかね、やっぱロックに行くんですか、ね、やっぱ魂揺さぶる、うん、キュートだっつってんだろキュート魂、いやキュート、やっぱ魂もキュートだよね、ロックもキュートだと思うし、でやっぱそれでやっぱこうお客様だった、笑うしかないよね、笑うしかないだろうね。でもね、前回のその前第1杯目でもなんか言われてたのが、まああのね、あのやりたいことをやるみたいな、あ、そうですね、うん、いうところがあったりして、実はね、元ミュージシャンというか、うん、いうところもあったりして、そうなんですよ、その辺でちょっとロック的なところ、うん、そうね、やっぱ蘇ったよね、かつてがかつてが蘇ったよね2回行ったけど、うん、やっぱかつてやっぱこんなんだったから、こう、うん、やっぱかつてに戻ってこうなんか感じんじゃないかなって、昔のあの熱いもんを、なるほどね、それこそ 37.7 度じゃないけど、なんか熱いもんを感じるかと思ってねそう、こういうもんはね、こうやっぱ、じゃあ、ちなみに共演はどなたになるんですか。共演はだから、うちの二番寿太郎と二本は2人でこう、うん、出てくるわけだけどもね、うん、やっぱ彼がやっぱいい感染、彼も結構やっぱイケてるからね、うん、そう、彼はやっぱイケてるを連れてこれなくて彼をこう前面に押し出したやっぱ、ね、彼はやっぱ映えさせたよね、うん、結構なんか緩いなんていうかコントという、まあ、この間も確かね、うん、まあ、ずっと出られてたのもありますけど ね絡みもありましたけども、うんうん、じゃあ吉岡さんから見たら二番中さんは、二番中さん、どうですか二番中さん、二番中さん、二番中さんは、はお、はお、かっこいいぞ
かっこいいからみんな見に来てほしいです、うん、まずか彼はファンがいるんじゃなかったっけ。確かファンがいます、うんうんうん、この間見に来てくれた人が、はい、彼いいねって言ってくれた人がいて、あ、なるほど、最初は俺がいいねって言った最初は俺がいいねって言ってた生の俺を見てこう乗り換えちゃったんだね。あんなに目立ってたのに。そう、あ、それより、ね、出番の少なかった宮城さん。そうそうそう、やっぱね、ビジュアル大事だね。じゃあちょっと今ね、あの今回の公演ではちょっとそれをまあちょっとレジェンドさんの方に持ってくるような、取り戻したいね、うん、取り戻したいね。なんで2回言うの。これね、どうなんですかね、あのまた書き込みたい、はい、100均のサングラスかっこいいですねとか。いや、これ100均のサングラス、いや100均じゃない、これグチグチ、グチ、あ、グチ、あ、G って書いてあります、ね、うん、G って書いてあるよ。G、グチグチ、グチだぜ、はい。じゃあどうですか、まあまあ、レジェンドさん的には今回どうですか。ざわざわしてるから、ね、ざわざわしてます、はい、どうですか今回の公演、まあ、やってみて、まあ、あ、そう、前回は、ね、レジェンドさんといえば一人、うん、ハンダーなので、やっぱ単純に疲れたからね。やっぱ、まあ、意外と長かったですからね。疲れたぜ、ね、長かったぜ。短編で、まあ、10分ぐらいかなと思いきや、あれ何分ぐらいやってました、うん、あれ1時間ぐらいやったから予定40分を1時間やったから早く巻きで巻きで早く巻きで巻きでってなってるのに投げよみたいな、もう焦点が合ってないから、そう、もういっぱいいっぱいだったから。でそれをやっぱ今回はその、はい、その長くやって、いや、いいもんじゃねえだろって、うん、こうやっと気づいたんです。やっと気づいた。あ、やっぱレジェンドやっぱ気づいた。で今回はまあコンパクトに、今回はコンパクト、やっぱコンパクトイズムを大事にしたい、ね、コンパクトイズム、うん、ね、世界観よ、世界観。あ、じゃあ今回はどうですか。拾いづらい、拾いにくい。今回は例えば時間決めてとかあります？大体これぐらいは、そう、大体15分、うん、1本15分ぐらいのコントを4本、じゃあまあ1時間、うん、まああと転換ねとかもありますから、そうですね、まあ、1時間強、うん、まあ、半まではいかないかも、うん、はい、うん、そういうところをちょっと狙って、うん、そうです。短編の方がやっぱり書きやすいというか、まあ基本はコントだから15分で、逆にでもちょっと長いかなと思うんですけど、そうですね、うん、ちょっと難しい、難しいね、うん、難しいディフィカルトね。1時間こなした男が、うん、いや、やっぱね、1時間もあんなもんもう書くもんじゃないね。うん、CG もって感じだったから、もうやっぱ15分も20分もやっぱね疲れるんだよね、うん、ストーリーを考えるのってね、うん、それちょっとね会話が進んでますけど、ちなみに、あ、今回審査会トワイライトは何分縛りとかってあります？25分です。25分縛り、はい、あ、じゃあちょっともうちょっと長いかなと思う。どうですか、その、まあ、短編になると思うんですけど、うん、今長編とかも書かれたことはあります？はい、あります。あ、長編とか短編1時間ちょっと、まあ、いわゆる高校演劇の、そうです、そうですね、芝居ありますもんね、あれも1時間ぐらいっていうのは、はい、25分でやったことなくて、短すぎる、うん、卒業公演ぐらいなんですけど、はいはいはい、うん、なかなか短いですね。いわゆる起承転結というか、うん、うん、作るのは、まあ、短編は難しいかなっていう、うんうん、そうですね、まあ、コントはね、いわゆる、まあ、起承転結というか、うん、まあ、落ち、そうですね、落ちるのかっていうところが一番問題になると思うんですけれども、その辺はどうですか、まあ、今回のに限らず吉岡さん、はい、その辺は。私いつも暗闇を探るような感じで書いて、はい、うん、で書いている途中で、うん、あ、なんか光が見えるって感じで、うん、そっち行くと、うん、オチが見えてくるみたいな、書いてる中でも自分でもどうなるかわからないみたいな感じで、うん、結構探り探りでやって書いてます、うん、はい、あ、じゃあ聞いてね、レジェンドさんから見て、うん、あのカズさんはどうですか、どんな、まあ、例えば性格とか性格、うん、特徴、やっぱいい男だよね、あいつは。うん、そうやっぱね、気も使えるしね、はい、こう、なんていうかね。二人はすごい仲良しなんですよ。うん、いつもイチャイチャしてる。いつもね、イチャイチャしてる。はい、うん、でもやっぱね、こうあいつはいいやつだからね、こうあの人を立てるのがうまいというか、もうこうちゃんと人も褒めて、で、自分もしっかりやるっていうね。あいつはね、大成するよ、あいつは。レジェンド、あいつは大成するよ、カズ・ニケルソン。ね、嬉しいことがありましたけど、ね、うん、ね、まあ、じゃあ吉岡さんの方も何ていうか、まあ、さっきね、そのイケメンを立てるっていう話はありましたけど、うん、じゃなくて、まあ、カズさん的には吉岡さんを立てる側になるかも。まあそうなるかな。何も今 ね考えてないです。今多分何も考えてない。そうなるかな。そうなるかな、うん、全部乗っかってる。困ったら乗りゃいいや。ああ、そこはね、まあどうなるか。意外とあんま考えてないんだから。じ
ゃあ今回はまあそのさっき の, その、まあ、一人で何かやるとかそれはなくて、もう完全にもうコンビで、完全にコンビで、うん、もうコントをやっていくというところで、うん、まあ、しかもそれが4本で、4本、はい、どうですか、それをやっぱ交互にとか団体ごとにとかやっていきます。そうですね、うん、交互に、まあ、経路の違うものというか2つ、うん、はい、せっかくあのね2つ団体があるということで、うん、うん、やっていかれるということで、はい、じゃあここで改めてあの、はい、日時とかね、あと料金とかそのあたりの告知をしていただきたいと思います。はい、はい、こちらです、はい、6月20日土曜日、開演が15時半と18時半の2回で、はい、うん、会場が20分前です。20分前、はい、20分前で、ちょっと半からもう20分10分です、ね、10分、15時10分と18時10分に会場です、はいはい、で、会場が、小劇場ピコさん、あ、もうおなじみというか、はい、毎回のね、そうですね、はい、はい、で当日あのピコさんの会場の下にまた人が立ちまして、はい、ね、ちょっと入り口が分かりにくいので、うん、こっちですよっていうのを、はいはい、させていただくので、3番名古屋ドーム前矢田駅の3番出口からぜひ来ていただくと分かりやすいかと思います。はい、そうですね、逆の出口に行ってしまうとこれあの名古屋ドーム側ね、1回出ちゃうとちょっとあれってなっちゃうんで、もう3番出口から出れば本当に徒歩、まあ、1分ないですね。そうですね、普通に歩けば30秒ぐらいで着きます。本当にもう間近なんです。ただそこから建物に行くのがちょっと、ね、勇気がありますよね、登ってくる。そうですね、もうご存知の方は大丈夫かと思うんですけれども、うん、はい、そこに入ってくるのでね、ちょっとあの、ね、はい、分かりづらいところがあるので、そこはスタッフさんがちゃんと、はい、一番下に立ちますので案内していただけるということで、はい、料金が前売り800円、はい、当日1000円、そして、私たちのファンクラブ会員様、ビートアップ会員様は500円です、はい、これはありがとうございます。で、会員様、まあ、あの 前回でしたかね、公、ね、演の方でまずされた、うん、でこの間の芋の煮えたもご存知ない第1杯目でも1人の方に入っていただいて、ただいま4名様ご入会いただいておりますので、うん、ということはこの会場に来て、はい、もしちょっと気になったよという方があったら、はい、すぐご入会できます。はい、はい、でちなみに衝撃場ピコさんなんですけれども、本当にちょっとねキャパが本当に名古屋の中で一番1、2を争うぐらいのキャパの、はいはい、まあ、コンパクトなところなので、うん、はい、はい、まあ、詳しくはまあ、ね、予約ということ、はい、予約ということになりますけれども、はいはい、あ、今あのかあの書き込みありますけど、これ読まないでおきましょうかね。ちょっと、この間裸で壁ドンしてたね。あった。カズに。はい、はい、芋に製作委員会さん、はい、ツイッターアカウントです。じゃあこちら予約とかはこちらの方でも、はい、リプか DM で送っていただくとすぐに。お取り置きさせていただきます、はい、であとね、先ほどちょっと言いましたけれども、はい、それぞれ団体さんがあるということで、はい、はい、それね、団体さんごとのアカウントもあります、はい、あとはホームページですね、はい、あ、こちら GDHPR さんのホームページ、はい、こちらになります。はい、あとこの GDHPR から発表があります、はい、うんうん、あ、先に、はい、どうぞ。あ、そうですね、はい、名前が変わる。お、名前が変わる。なんでそんなぬるっと言う。名前が変わる。名前が変わる。そうですね、はい、ゴールドリームハードポルノロマンスから、うん、からハードポルノロマンスへ変わる。面白い、面白い。GDHPR 長いからね。でこれハードポルノで、ゴールドドリームっていうのはもう、はい、もう金はもう有り余るほど手に入れたんだ。ああ、ロックさん。そう、もう、もう叶えたと。あとはもうハードポルノロマンスで。よっ、やっぱよっ、よっ、ロックンロール。よ、ロックンロール。ああ、ということで。え？広げよう。はい。じゃあちょっと名前がね、これを、まあこれを機にというか、そうです。あの第2杯目が終わった直後に変わります。うん、変わります。結構変わる。結構いろいろ変わります、ね。はい、ね。コロコロ変わるから。忙しいから。ちょっとね、追いかけていただいて。追いかけていただいてね。はい。うん、はい、続いて、リバースさんの方ですね。はい。はい、ホームページがあります。はい、はい、こちらですね。はい。はい、でまあ、それぞれの、ね、アカウントがあったりするので、はい、そちらの方に今どこで連絡いただいたりとか、はい、いただいて、予約をしていただきたいと思います、はいはい、じゃあここまでは、芋煮製作委員会さんから吉岡遥さん、はい、そして森レジェンド優希さん、ありがとうございました、はい、はい、では一旦 CM を挟んで、恒例の質問コーナーに行ってみたいと思います。では一旦 CM です。